今回のテーマは大谷翔平、ロサンゼルス美女、そして選手の妻も熱狂、大谷翔平の5つの魅力、なぜ虜になってしまうのか。デコピンも世界のメジャーに T シャツがバカ売れ。最後までご視聴いただき、コメントや高評価をいただけると嬉しいです。大谷翔平、伝説的記録を残す素晴らしいプレー、そして193cmという高身長に加え、少年のような甘いマスク、その才能やルックスに魅了されている女性たちは多く、新天地ロサンゼルスドジャースでも圧倒的な人気で大盛り上がりを見せています。そしてその人気は熱狂的な女性ファンだけでなく、ドジャースの選手たちの妻たちも熱烈に歓迎しているほどです。100年以上の歴史を誇るメジャーリーグの中でも歴代ナンバーワンと言えるほどの大谷選手の人気ぶり。なぜ彼はこれほど人々を虜にするのでしょうか。彼が打席に立つとき、味方のファンだけでなく相手チームのファンからも大きな声援が湧くというMLB 史上初と言われる異様な光景はもはや定番となりました。そんなスーパースター大谷翔平選手を取り巻く女性ファンの存在は大谷ガールズと呼ばれ、エンゼルス時代にたびたび大きな話題となりましたが、新天地ロサンゼルスでもすでに大谷ガールズの輪が広がっています。さらに大谷選手の入団を超積極的に歓迎している存在がドジャースチームメイトの奥様たち。さすがセレブの美人妻というゴージャスな奥様や、キュートで可愛らしい奥様たちが大谷選手にメロメロです。大谷選手のドジャース入りを熱烈歓迎したことで一躍話題となったジョー・ケリー投手の妻アシュリーさん。アシュリーさんは大谷選手へ向けて入団が決まる前から SNS で息子のカイ君の名前に大谷選手の名前を足して紹介にしたり、ケリー投手が着ていた17のドジャースユニフォームを庭に投げ捨て、ケリー投手が着用していた白 T シャツの背中に99と書き込む様子を投稿するなど、仲の良い夫婦が揃って大谷選手を歓迎していました。そしてこの後、大谷選手はお礼としてアシュリーさんに高級車のポルシェを贈呈し、日米で大きな反響を呼びました。この規格外のプレゼントにアシュリーさんは、人生で最もクールな日、ありがとう翔平大谷といった感謝のコメントを伝えていました。次にフレディ・フリーマン内野手の妻チェルシーさん。チェルシーさんはオンラインブティックを経営し、大谷服を販売していることで話題になっています。彼女は美しいだけでなく、やり手の経営者でチェルシー・フリーマン・コレクションという球場に着用する商品に特化したブティックを手掛けています。そしてそのサイトではすでに大谷選手、ベッツ選手、フリーマン選手のビッグスリーの写真が入った T シャツやトレーナーが販売されていて、このファッショナブルでトレンディーな T シャツでチームを応援しましょうと呼びかけています。次にウィル・スミス捕手の妻カーラさん。元教師のカーラさんはスミス選手と一緒にキャッチングホープ財団を設立し、低所得家庭の青少年にリーダーシップや自立に必要な重要スキルを支援することに尽力している活動家です。これまで大谷選手が行ってきた子供たちへの慈善活動は MLB でも有名で、カーラさんは大谷選手の人柄に心から魅力を感じているといいます。そして大谷選手の愛犬デコピンも世界から愛されています。デコピン T シャツが全世界で注文が殺到。ドジャース入団会見で大谷翔平選手の愛犬の名前が判明したわずか3時間後、爆速で販売されたデコイ T シャツが話題となった。作成したロトウェアのケニー・テベロビッツ代表は、この T シャツはすでにこの四半期で最高の売り上げを記録していますと明かした。ロトウェアはメジャーリーガーの T シャツを制作している会社で、従業員はテベロビッツさん1人。14日のドジャース入団会見で大谷が愛犬の名前をデコピン、英語名デコイと明かした3時間後に T シャツを販売し、話題を呼んでいた。テベロビッツさんによると、
公表の15分後から作成に取り掛かった。デザインのアイデアはすぐに浮かんできました。その後2時間かけて最終的なデザインを完成させ、20分から30分かけて 3D データの作成やホームページに掲載する準備を行ったという。日本はもちろんのこと、韓国、台湾、シンガポール、ベトナム、ドイツ、カナダも注文があったそうです。日本名デコピンと大谷の名前が書かれた2枚目の T シャツも好調な売れ行きだそうです。一番の喜びはたくさんのファンが楽しんでくれたことです。ファンが気に入ってくれることは売り上げよりはるかに大事にしていることですと語る。すでに次なる手も考えていて、大谷 T シャツのデザインが現時点で3作未発表となっていると明かし、間違いなくこの何週間のうちに次の大谷 T シャツを発表しますと力強くコメントした。ここからは大谷選手がなぜ人々を魅了するのか、その魅力を5つ紹介していきます。大谷翔平の魅力、圧倒的な成績。プロの世界ではどんなに人間性が優れていても成績が伴っていなければ見向きもされず、結果がものを言います。大谷選手もメジャー1年目のオープン戦では結果を残せず、二刀流なんて不可能だ、初戦は日本のプロ野球だったからできた、メジャーで二刀流としてやっていくのはせいぜい数試合だけだと散々な言われようでした。しかし1年目のシーズンで22本のホームランを打ち、投手としては4勝を挙げ新人王を獲得。2年目、3年目のシーズンでは肘の手術などに悩んだものの、覚悟を持って迎えた4年目のシーズンでは苦難も乗り越えました。そして WBC で優勝にも輝いた6年目には打率3割4厘、44本塁打、95打点の成績を収め、2度目のリーグ MVP、ホームラン王、ハーク・アーロン賞など、日本人選手初の数々の受賞に輝きました。メジャー、トップクラスのスーパースターへと成長し、今や MLB の顔とも言われる大谷選手。二刀流は不可能だと言っていた人たちも手のひらを返したように、大谷選手の活躍ぶりを称賛し、二刀流の成功を認めています。大谷選手は最近の独占インタビューで、今回10年契約しているので、そのことを10年間ストレートで全うできるように、そこが目標ですし、あとはワールドシリーズで勝つことが一番の目標ではあるので、そこで投打で貢献できたらと思っていますと、より高みを目指した目標を掲げていました。そして圧倒的な成績だけでなく、大谷選手が続けているこの挑戦も彼が大注目される理由の一つです。大谷翔平の魅力、夢を与えてくれる存在。アメリカでは挑戦者を応援するアメリカンドリームという言葉があり、前例のないことに立ち向かう挑戦者を応援する文化が根付いています。しかし大谷選手の挑戦は初めから応援されていたわけではありませんでした。当初は懐疑的な声の方が多く、メジャーで二刀流なんて不可能だ、日本の野球とメジャーの野球は全然違う、すぐに投手か野手かどちらかの選択を迫られる時が来ると言われることもありました。野球は時代とともに分業化が進んでいきましたが、昔は二刀流のような存在は一定数いて、ベーブ・ルースはその象徴でしたね。しかし徐々に選手のレベルが上がり、試合数が多くなるにつれ、シーズンを長く戦っていくという意味でも投手と野手の両立は困難で不可能と言われ、二刀流と呼ばれる存在は消えてしまったのです。そんな投手と野手の分業が当たり前の時代に逆行するかのように、大谷選手は日本からメジャーへ渡り、眠っていた二刀流というプレーを復活させるべく、彼は新時代を切り開きました。今やメジャーにおいて貴重な存在の大谷選手は、絶対に無理だと思われていたことを誰もが驚くほどの高いクオリティで現実のものにしています。相手打者を三振に取り、打席に立てばホームランを打つのが当たり前と言わんばかりで、投手として登板しているその日にもホームランをかっ飛ばします。
まさに漫画でも描かれたことのないような空想の物語が現実に歩いている光景は、アメリカの野球ファンからしても信じられない現象のようです。ショウヘイ・オオタニと同じ時代に生きて、彼を見られることに感謝しなければならない、と多くの MLB ファンが声を大にしていい、懐疑的な目で見ていた現地ファンも、彼の活躍を称賛せずにはいられません。今やアメリカの野球ファンも手放しで彼のことを称賛し、彼の活躍を願っています。そんな大谷選手の魅力は、成績や野球スタイルだけにとどまりません。大谷翔平の魅力、謙虚な性格。謙虚な態度で決して偉ぶらないこと。他者への思いやりや敬意を持って人に接する大谷選手の性格も、アメリカのファンを虜にしています。メジャーリーグで活躍しながら、あくまで謙虚につつましく、日本人の精神を表すような大谷選手。彼は審判にも真摯な対応で接したり、相手チームの選手を気遣ったり、試合中もベース上で相手選手と笑顔で雑談をしていたり、球場内に落ちているゴミを拾ったり、そして大谷選手からは敵味方という区別よりも、みんなで一緒に野球を楽しもうという気持ちが伝わってくるので、見ているこちらまで楽しませてくれる魅力があります。審判への敬意を払う姿は、プレー中の随所に見られ、打者として打席に入る前に一礼していたり、審判と談笑している姿もよく見られます。また、試合中に見かける大谷選手のゴミ拾いは、高校時代からずっと続けているといい、運を拾うという意味合いがあるそうです。日常的にゴミ拾いを行う大谷選手には、世界中の人々から絶大なリスペクトを受けていますが、そんな大谷選手が常に怠らないことがもう一つあります。大谷翔平の魅力、ファンを大切にしている。大谷選手の周りはサインを求めるファンでいっぱいになります。自分の練習をしたい時であっても、時間をとって即席サイン会を行い、子どもたちに対しては特に丁寧に言葉を交わしながらファンサービスを行う姿が見られます。サインをもらったファンにとって一生の宝物であることは間違いないですね。オールスターでも即席サイン会を実施していましたが、メジャーのオールスターといえば、試合前にレッドカーペットを選手が歩く恒例のイベントがあります。ここでも大谷選手にはファンが殺到しましたが、丁寧に対応をしている現地の光景を見た人は、大谷はまるでハリウッドスターのようだというほどでした。そんな大谷選手の自己評価は、最近の独占インタビューで、10代の時に思い描いていた25歳とか30歳ってもっと大人なんだろうなと思っていたんですけど、と想像とのギャップを話していました。僕は子供のまま来てるなっていう感じがしますね。30歳ってもっと落ち着いた男性のイメージだったんですけど、全く真逆の方向に来ているなと思います。大谷選手自身は子供の頃から変わっていないと言いますが、その姿こそが愛されてやまない理由でもあります。大谷翔平の魅力、純粋に野球を楽しむ少年姿。大谷選手はいつも純粋に野球を楽しみ、今でもまるで野球少年のようです。打つこと、投げること、走ること、すべてに全力で、ホームランを打てば嬉しそうな顔をします。三振を奪った時も気合十分のガッツポーズをすることもありますね。こうした様子は本当にいつも一生懸命で、ワクワクしながら応援したい気持ちになります。野球に対しまっすぐで一生懸命な姿こそが、ファンの心をつかんで離さない理由の一つです。大柄で筋骨隆々の体格でありながら、ベビーフェイスで少年のような笑顔、そのギャップがまた魅力的です。リトルリーグで野球をしている少年から、大谷ってどんな人ですか？と質問されたマドン前監督は、翔平大谷は大きな子供のようだよ。彼は野球をするのが大好きなんだ。彼は試合をすることに喜びを感じている。彼の振る舞いをよく見ていてね。彼は今世界最高の選手だけど、子供のように本当にゲームを楽しんでいる。
君たちにそんな彼の様子を見てほしい。彼は素晴らしいアスリートであると同時に、その日を楽しんでいるからこそ、自分の仕事においても素晴らしい結果が残せる。いいかい、だから君も一日一日を楽しむんだ、と子供たちへ語っていました。たとえ相手に打たれてしまっても、得られた教訓というような表情で、相手に称賛の笑顔を見せる大谷選手。真剣勝負の中にも遊びの気持ちがあり、少年時代に友達と一緒に野球を楽しむかのような、そんな気持ちで純粋に野球を楽しんでいるように思います。野球に興味がなかった多くの女性たちをも、大谷ガールズへと導き、新天地ドジャースでのチームメイトの美人妻たちからも、大絶賛されている大谷翔平の魅力は、もっとたくさんの理由があるのでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルを気に入っていただけましたなら、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。ご意見やご感想などありましたら、ぜひコメントをお願いします。次回をお楽しみに。